松代テレビをご覧の皆さん、こんばんは。8月22日月曜日夜7時になりました。生放送でお送りしています、しゃべくり松代スタートです。信州松代、今日はどんよりとした曇り空になりました。現在外はしぐれています。このところこのような肌寒い日が続いているんです。今日はそんな信州松代からお送りしてまいります。さて、今日私とおしゃべりを楽しんでいただくのは、元厚生連長野松代総合病院の臨床検査技師として活躍された北村公夫さんです。北村さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。さて、北村さんは長い間松代総合病院に勤務をされまして、臨床検査技師として活躍されたということなんですね。この臨床検査とはどんなお仕事だったんでしょうか。はい、一番はですね、自分でどんな病気なんか全然わからないというような状況の中で、病院に来られて、お医者さんからそれじゃあちょっといろいろね、調べてみる必要があるんじゃないかなと。特に、血液関係をね、分析して調べる検査だとか、あるいは呼吸系統の場合でしたら、放射線関係のレントゲンを通じてね、写真で画像を見るだとか、そういった検査だとか、あるいは心臓の状態がね、正常に働いてるのかどうか、そういったものを調べる心電図の検査だとか、いろいろ内容的にあるわけなんですが、あとは細菌学的なね、病気があるのかなということで、細菌学の専門的な検査を実施したりだとか、あるいは臓器移植、あるいは臓器で問題がある、そういった場合には病理学的なね、いろんな組織を調べて検査すると、そんなようないろんな中身の濃い検査を通じて、診断の役にするということが臨床検査分野の仕事であります。なるほど。技師の皆さんを総括する総技師長さんでもいらっしゃったということなんですね。地域に根ざした医療を進めています長野松代総合病院の分野の中でも大切なお仕事でいらっしゃったんですね。はい、臨床協力部っていうのは、医者を除いてね、薬剤師の免許を持つ人、放射線技師の免許を持つ人、理学療法の免許を持つ人、栄養士の免許を持つ人、臨床検査の免許を持つ人、そういった有資格者が一体となって、組織を組んでいると、そんな中でそれぞれの専門分野を連携しながらね、まとめていく役割が私の役割ということになっておりますが、実際には大変です。はい、さあ、そんな北村さんなんですが、北村さんはですね、現在 NPO 法人夢空間の理事をされているんだそうです。皆さん、夢空間って素敵な名前だと思いませんか。この夢空間、どんなグループなんでしょうか。いや、どういうグループっていうふうに言われますと答えようがないんですけれども、難しい質問だったようです。一つはね、
歴史ある松代のいろんな文化遺産を、過去の先輩が気づいてくれたね、情報を、後世に伝えるという役割が一つあるんじゃないかなと思います。そして、これからの町づくりのためにもね、その文化遺産をぜひ、若い人たちに知っていただく、そんな場の提供をね、夢空間、奉仕活動としてみんなお集まりいただいて、真っ白の地域を紹介していくというのが、活動の一環ではないかというふうに思いますが、そういうものを通じて、立場は立場であってもそれぞれがまた勉強の場にもなると、そして仲間の交流を高めるということの場ではないかなというふうに、それが夢空間の大きな仕事ではないかなというふうに思っております。松代のことをより多くの皆さんに知っていただこうというのがこの夢空間の活動なんですね。夢空間では夢空間だよりという冊子を発行していまして、私もいつも楽しく拝見しています。皆さんに楽しんでいただける多くのイベントも開催しています。この松代の情報をたくさん掲載されている夢空間だより、私も情報収集にとても役立っています。非常に情報はいいですね、はい。情報をもっともっと地域の皆さんに紹介できればなと、あるいは時折回覧をしていただいてね、本当に全国の人たちが読んでいただければなと、いうふうにも思っています。現在北村さんは、樋口家住宅の担当理事さんでいらっしゃると、夢空間の中でもお役を持っていらっしゃるということなんですね。いや、樋口家のやはり、昔のお殿様のね、住居ということの、紹介をね、実際にこうやはり現場で見ていただくという面ではね、非常に勉強になるなと。そして武家屋敷の屋敷のこうやはり作りというか、お庭の作りだとか、池の作りだとかね、そして建物の中の お部屋の作りだとか、そういったものが当時のまま残されているという意味でね、非常に見に来ていただいて、特に地元の人がまず、何回か来ていただいて、他の、親戚の方やら、ご遠方の方にも紹介していただければね、非常に真っ白って素晴らしいなというふうに思っていただけるんじゃないかなと、期待もしております。そうですね、ぜひ皆さん信州松代にお出かけください。さて、毎日お忙しく活躍されている北村さんなんですが、ご趣味はスポーツ観戦でいらっしゃるということなんですね。中でも野球が大好きと伺いました。私は野球そのものは、やりだしたのが小学校4年生の時ですね。それから真っ白中学行って、旧の中学で野球とバレシャが知らなかったっていうかね、そういう時代だったと思います。そんなことから野球を通じて、特に私、余計なこと言うようなんですが、私の中学卒業当時は経済が大変で、学校へ行くってことがなかなかね、それぞれの生徒数は大勢いたんですが、高校行ったのが半分しかいなかったんですよ、私の学年で。あとみんな就職したんです。高校行くにもやっと親がね、なんとか働いて出すという状況だったもんですから、何か高校行って、
じゃあ自分好きな野球をね、なんとか頑張ってやろうかなというのが始まりで、まあ、3年生の時は最終的には、まあ、北信で代表になって県大会へ行ったと、まあ、その時今、まあ、たまたまキャプテンやらせられたということなんですがね、はい、なるほど、母校は松代高等学校なんですね。野球部では今お話にありましたキャプテンもお務めでした。そんな北村さん、野球を始めたのは昭和20年、ちょうど終戦の年だったんですね。この頃は現在のように素敵なグローブはありませんでした。どんな道具で野球をしていらっしゃったんでしょうか。いや、当時は本当に物がなくて、今のような立派な革でできた、ね、グローブっていうのはほとんどありません。親に、布で作っていただいた軍手を少し大きくしたような、ね、のがグローブだったんです。まあ、ようやく中学頃になって、いくらか革も交えた、ね、あのグローブらしいようなのが出てきたというのが、ね、あの今思い出してみますと、そんな程度だったですかね。とても道具を、ね、大事に扱ったんだよというお話が印象的でした。さて、母校の松代高校ですね、第88回全国高校野球選手権大会長野県大会で見事優勝をされまして、甲子園出場を果たしました。北村さん、ちょうど松代高校が創立100周年の年でしたね。いや、あれは夢にも想像もしてなかった出来事だと思います。いや、本当にあの時の野球部の選手諸君、まあ、よく頑張ったね。ピッチャーといい、野手といい、また選手全員がですね、どの試合を見ても必ず逆転劇で勝つという、長野大会でもそんな印象が強かったと思います。そうでしたね。本当に嬉しかったですね。当時、サヨナラ勝ち、アルプススタンドは5000人以上の応援団で満員でした。1回戦、鳥取大将代表の、倉吉北高校7対6のサヨナラ勝ち、とても印象的な試合でしたよね。北村さん、後輩の皆さんの活躍嬉しかったんでございますか。いや、本当にね、もう嬉しいなんてもんじゃなかったです、はい、もう必死になって OB 会員として、また役員として、はい、頑張ってほしい、そんな願いを込めて、榊町から千曲市から篠ノ井地区から寄付回りで頑張りました。本当にあの地元の人たちも応援していただいて、全国から皆さんあのお金を出していただいて、ね、約1億2000万ですかね、10日間で集まりましたよ。素晴らしいですね。いや、もうびっくりしました。今後も松代高校の野球部の皆さんの活躍をお祈りしています。さて、今日はですね、さまざまな分野で活躍されています、元厚生連、長野松代総合病院の総技師長でいらっしゃいました北村君雄さんにお話を伺っています。さて、北村さん、最後にですね、松代地区の皆様に何かメッセージがありましたらお話しください。ぜひ今この真っ白テレビを通じましてですね、夢空間の活動の中身をね、もっともっと知っていただいて、またあの役員の皆さん方も大いに啓蒙活動に努力していただいてね、真っ白の歴史ある真っ白を全国的にもっともっとあの PR したいなというふうにあの願いつつ、あの私自身も頑張っていきたいというふうに思います。はい、北村さん、これからもお元気で活躍されてくださいね。お祈りしています。どうもありがとうございました。しゃべくり松代、今日は北村君雄さんにお話を伺いました。放送時間も残りわずかとなりました。次週もしゃべくり松代、来週月曜日夜7時からお送りします。どうぞご覧ください。では、しゃべくり松代、今日はこの辺で。北村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さて、来週のしゃべくり祭り、はい、あ、また三田さん、また来ちゃいます。来週三田さんまた出演そうです。ああ、来週大変だね。大変です。お願いします、はい。パーソナリティは三田さんで、はい、それで、ゲストはゲストね、林森幸さんっていう方でございまして、はいはい、その方にね、ちょっと蝶の、蝶、はい、蝶って蝶々、飛んで蝶々、はい、それをちょっとやっていただくようになりますね、はい。あ、そうですか、はい。はい、内容はね、一応この大紫の集まる樹液バー、うん、皆さん好きなやつですよ。バー、私大好きです。樹液じゃなくて私お酒がですということですよね。そんな形でちょっとやるんですね。わかりました、はい、それ来週楽しみですよね、はい、ぜひ。バーですからね。いやいやいや、楽しみです。それでは来週のチョコクリームお楽しみに、はい。で、なんかお知らせがあるんですか。続きまして、はい、お知らせですね。はい、ですね、現在、ですね、町歩きセンターでですね、河原正太郎さんのですね、このモンゴル抑留ですね、体験家っていうのをちょっと、ね、やっております。それで、まあ、15日ってもう月曜日からなんですけども、こちらの方、そうです、後ろそういう形で今ね、来月の4日まで一応やっております。ぜひとも、町歩きセンターの方へお出かけいただきたいと思います。はい、まあ、ぜひね、その戦争の悲惨な体験っていうんですかね、そういったものをね、まあ、後世に伝えたいということで、はい、まあ、これもあれですね、長野市の博物館さんの方の協力を得ましてね、一応こういうことをやるようになりました。はい、ぜひぜひ。先週は終戦記念で特番やったね。はいはい、来週も、ね、来週もまたちょっとそういったものをちょっとねやりたいと思います。はい、ぜひ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 お出かけいただきたいと思います。こちら、町歩きセンターです。はい、ね、ぜひおいでください。よろしくお願いします。しゃべくりマシロもお楽しみ。じゃあお願いします。しゃべくり松代、また見てねー。